Q&A コーナーのお時間がやってまいりました。今日もですね、皆さんの疑問をですね、解決したような気になって終わっていくというそんなコンテンツが始まるんですけども、よろしかったでしょうか。まあ、このコーナーはしたいですね、皆さんがバイクについて謎に持っていること、バイクに限定はしないですけどね、最近はね、謎に持っていることをですね、私が適当におしゃれみたいな感じで答えますけど、一応正解はありません。もちろん正解を知るための答え合わせではないですけども、ただですね、正解を知る方がいらっしゃると思うんですよ。まあ、これに書いていただければ良いものになっていくかもしれないですね、というコーナーでございます。早速最初のご質問ですね。はい、島田さん、視聴者の皆様に質問ですということで、皆様もバイクの安全装備としてグローブをつけていますよね。内装材の外れるヘルメットとは違い、汗をかいたグローブ、特に、革製グローブはどうやってきれいにしていますか。水で洗えば最高だと思うのですが、皆様の知恵をオラに分けてください、お願いします、ということですね。はい、手袋洗いたいんですね、この方はね。ここにですね、秋彦ウィルさんっていう方が回答をくれてて、シーズン終わりに石鹸でお見洗いしてます、半乾きでオイル薄く塗り込めば問題ないと思ってますっていう画流の方ですね、まずね。そして、ちょっとお名前が多分つけてない感じの方ですよね、これね。はい、たらいに水を張って丸洗いしています。革製品を水洗いする専用のクリーナーを使って汚れを落として、タオルで水が滴らないぐらいに水気を取ったら、ミンクオイルスプレーで油分を足してから陰干しで乾燥させます。グローブもジャケットもこの方法で何回も洗っていますが、型崩れやひび割れは起こったことないです、ということですね。ちゃんとなんかそれ専用のものを使ってらっしゃる感じですね、これはね。そして、やすやす9068さんですね。シャンプーとリンスして生乾きの段階でミンクオイル塗っています。でも極力洗わないですよ。どうしても臭くて我慢できない時のみです。できてますね。あと SLV3193。インナーグローブを使っていて、毎回走るたびにインナーグローブを洗っています。だそうです。という感じで皆さん回答それぞれくれてますね。すごいなんかみんなちゃんとしてますね。そうですね。まあちなみに多分私は、まあ、ちなみに七飯くんも一緒だと思うんですけど、インナーグローブを使っていて、定期的にインナーグローブを紛失してます。っていう感じだと思うんですけど、いかがでしょうか。一回なくしてますね。そうですよね。で、購入後また出てくるとかっていうこうループを楽しんでるんですけど、そうっすね。あんまり洗わないっすよね。インナーグローブですもんね、大体ね。ミンクオイルっての塗るといいらしいですよ。どうやら皆さんのご意見聞いてると。すいません。そんな感じでよろしかったでしょうか。はい。質問させていただきます。今年は暑かった、いや暑すぎたかもしれません。これ2023年度のことでしょうね。バイクの増車考えています。その名もボルト。しかし酷暑の中レンタルしましたが苦行でした。しかし帰ってしばらくすると V3 の病に、小生セロを所有ゆえ購入の許可嫁から降りるはずもなく、5年か10年後にはなんとか購入できるよう努力しますが、近年の温暖化、電気車の台頭、ガソスタの減少やガソリンの高騰、世界情勢からの国の方針など、これから車種や年式によって乗れなくなるものが出てくる可能性など起こるのでしょうか。例えばツースト車など、それとも生産終了はあれど乗れるうちは全て乗れるのでしょうか。流行り病とは思いますので、とりあえずまた治療のためレンタル店にお薬出してもらいに行きます。しかし月1の通院で買うより良いのでは、なんて、ああ若に効く薬はありませんね、っていうふうに来ていただいてますね。まあこれでもちなみに個人的な見解ですよ。これは乗れなくなるはね、あんまりないんじゃないかなと思うんですよね。まあこのツースト車などって書いてありますけど、あんだけものすごい煙撒き散らすツースト車ですら乗れるわけですよね。現段階では法律で規制はされてない。まああるとしたらですよ、あるとしたらよほどひどいパターンとして、東京都内は乗り入り禁止とかね、ノックス規制とかあったじゃないですか、ディーゼルエンジンの。一部の年式のものはなんか東京都内は走れませんとかね、もうそれぐらいしかないんで、あんまり考えづらいですけどね、バイクごときでそんなことになるのは、と思いながら、はい、なので平気じゃないかなと思いますけどね。はい、質問はこれで良かったですよね。乗れなくなることがあるかどうかっていうことで、という感じでございます。さあ続いて質問です。某金メーカーの刀はやぶさのようにヤマハの SS バイクに漢字一文字を発売されたとしたら何とつけるでしょうか。島田さんの尖りまくったセンスに期待していますって書いてありますね。これでもよく考えたら、刀とかじゃあはやぶさって SS ではないですよね、よく考えたら。SS でそういう名前ついてるのありましたっけ。そもそもむしろよく考えたら GSX-R とかってなんか漢字ついてましたっけ。あれないですよね多分ね。逆にファイヤーブレードとかありましたよね一回ね。あれ SS でしたよね確か。漢字ってそういえばないですよね。忍者とか、忍者ってありましたよね、スーパースポーツでも。ああ、ぐらい、まあ全部忍者ですけどね。はい、
だから、まあ、伊賀なのか甲賀なのかは分かんないですけど、多分あそこの緑色のメーカーはそういう家系というか、はい、忍者屋敷ってことでいいんですか？川崎プラザではなくて忍者屋敷っていう扱いで大丈夫ですか、あそこは。はい、って感じになるんですけど、あ、そうだ、何でしたっけ、何すればいいんでしたっけ。じゃあ例えば架空のバイクをつけるとしたら、あれですかね、ヤマハでしょ。じゃあそれこそ、はい、MT シリーズとか。ああ、なるほど。 MT MT10 まであるんですよね。だから MT12SP 犬とかでいいんじゃないですか。どうですか。漢字一文字ですよね。でもなんか BT1100 ブルドックってありましたよ。はい、結構ブルドックとかもそうですけど、はい、横文字になるのはまだ許せますけどね。こう身近でよくいいかなと思ったんですけどね、 MT シリーズだから。だから逆にもっとかっこいい、ほら、じゃあはやぶさみたいなビッグツアラーみたいなものがあったとするんじゃないですか。 FZ じゃあ 1200GT みたいな感じの、なんかありそうな感じしません、そういう名前とかだったら、それこそ馬とかつけとけいいんじゃないですか。どうですか。2週ぐらいの間全くひねってない。犬とか馬とか、こういうなんていうんですかね、生き物としてかっこいいものって大体もう使われてるんですよね、よく考えたら。タカとかワシとかこうなんかそういうのなんじゃないですか。あれ大体その横文字になってたりはしますけど使われてるんですよね。そう思いません。はい、エイとかですら使われてますからね。もうちょっと何でしたっけ、緩いやつだったら空いてるかもしれないですけどね、熊の実ぐらいだったら空いてるかもしれないですけど。ということで犬ということでよろしかったでしょうか。はい、新型 XSR900 のヘッドライトステイを上下反転させたらヘッドライトの位置を高くできますか。そんな単純じゃなかった気がしますけど、その上にカウルあったでしょ、確かなかったっけ。反転させたら高くできますか。俺ってそんななんか感じだったっけ、そもそも上下非対称でしたっけ、そもそも。ああ上下非対称なのね。うん、どうでしょうね、メーターに当たんなきゃ大丈夫なんじゃないですか。もう発想すら持ったことないから、もう分かんないですけど、はい、って感じですかね。はい、やってみてください、簡単だと思うので。質問です。転倒時にバイクの損傷を減らしてくれるスライダーにメーカー純正がないのはなぜですか。各バイクのデザインに合ったものが純正メーカーからあれば良いと思うのですが、いかがでしょうか、ということですね。まあそのスライダーっていう定義にもよるかもしれないですけど、一応出てますよ。例えば MT09 用とかね、YZF-R25 用、まあ、名前がそれぞれ違ったりするんですよね。カウリングプロテクターとかいう名前だったりとか、まあ、カウリングプロテクターってまあ逃げたもんですよね、名前もね。クレーム来ないように必死に逃げたネーミングの感じもしますよね。これはカウリングを守るものなんですって言って、まあいいや、あんまり言うとまた敵には回さない方がいいものもいっぱいありますからね、世の中にはね。はい、ということで、新型内見 GT 納車待ち中なのですが、色展開が一つしかないのでオリジナリティを出すためのバイク塗装を考えています。しかし自分でする知識技量は全くないため、どっかに依頼しようと考えています。バイクの塗装を依頼する時の会社の選び方や注意点をお願いいたし教えていただきたいです、ということですね。ちゃんと脱着できること、そして塗装がきちんとしてることということになるんですけど、もう本当にまちまちなんで分かんないんで YSP に持っていくといいと思います。はい、うちのお店に来れるんであれば YSP 横浜戸塚に依頼してください。そうすればですね、あの男が塗ってくれてピカピカになりますよ。はい、という感じですかね。はい、助けてください。私は原付免許を取ってから20年以上ヤマハのバイクを所有したことがありません。赤いスクーターから始まって黄色も緑も所有したことがあります。そして憧れる青いバイクはあるのです。でもいつも気がついた時には緑のバイクを買ってしまっています。私はいつどこで呪われてしまったのでしょうか。この呪いを解く方法はあるのでしょうか。どうか私を助けていただかないでしょうか、お願いします、ということですね。はい、これは結局質問としてはどこで呪われたかっていうのと、解く方法があるのかですよね、その質問としては。難しいな、でもいろいろ。だから多分忍びの里にこう呪われてしまったんじゃないかと思うのと、解く方法はあるのでしょうかっていうけど、解く必要あります？なんか自分が見たそういう呪いの、なんていうんですかね、呪いの一族の
謎解きっていうと、一族を身内から何からあの同世代のやつらを全滅させるとなんか自由になれる感じだった気がしますけど、これあのちなみにあのキングダムのやった名前わかんないですけど、剣の強い女の人が呪いの村から出た時になんか全員切るみたいな感じだった気がしますけど、そこにヒントが隠れてるかもしれないですね。はい、よろしかったでしょうか。もう何の話してんのこれしがないハイローアッチです。ヤマハは 50cc の原付一種をホンダからの OEM で販売してますよね。あれは原付一種はホンダに作らせておいて、ヤマハは原付一種の生産ラインをいち早く更新するぜというワイルドな生産戦略だったのでしょうか。気になって運転中眠れません。ご回答お願いいたしますということですね。はい、あのそんなにね計画性のあるメーカーではないっていうのがまずヤマハというメーカーの特徴ですよね。はい、と思いますよ。だって結局この OEM が決まった頃ってもうなんか3年とかぐらい前ですよね多分ね。だからもうその今皆さんがご存知の法律自体がもう全く決まるどころか匂いも出てない頃だと思うので、っていうのとそんなにこう何年間も LINE のスペースを空けてられるほど余裕な生産体系ではないような感じに見えますね、私の目から言うと。ヤマハは多分行き当たりばったりで右行ったり左行ったりしてその時の流行に普通に流されてフラフラしてる感じな気がしますけど、多分その個人的な意見では頑固で行き当たりばったりなメーカーなイメージですけどね。だから夢のような計画を立ててこれでうまくいくに違いないって言ってなんか思い込んでそっちに向かって突き進んでって壁にぶつかってみたりとか、たまにそれで当たり引いたりしてこうギャンブルはやめらんねえぜって下なめずりはしてるんだけど、大体こう外して食らってるイメージのメーカーって感じなんで、こんな小賢い動き方は多分しないと思いますよ。株主に怒られたら株主の言うことを聞いて、ユーザーに怒られたらユーザーの言うことを聞いて、販売店に突っかかられたら販売店の言うことは聞かないっていうぐらいのあれで行ったり来たりしてる感じの本当にあの下の根も乾く前に違うことをやっているっていう、そこがまあ人間味があっていいんじゃないのと思いますけどね。はい、あの業界にマイナスのトレンドを作っていくメーカーもありますし、どんどん厳しくしてってないみたいなね、あのそういうやり方も、皆さんご存知の食パンのあれとかねと同じで潰れていくんだぜっていう感じもしますけど、はい、そんなわけでですね、まあ所詮人間の集合体ですよ、メーカーもどこのメーカーもね。なので間違えた戦略を取る時もあるとは思いますが、そんな感じです。素朴な疑問なのですが、マフラーの触媒は排ガスにおける有害物質等を取り除いているという認識なのですが、限界はあるのでしょうか。消耗品的に交換するといったことは聞いたことがないので、中で燃えかすとかが詰まったりしないのかなとかっていうご質問ですね。MKMK さんが回答してくれてます。経年劣化でダメになることはめったにないですよ。ガソリンやエンジンオイルに変な添加剤を混ぜすぎるとダメになることがごく稀にあります。触媒によって取り除かれているのではなく浄化しているので、堆積するということはないから平気です。例外としてディーゼル車だけはキャッチするフィルター DPF がありますので、説明書をよく読んでみてくださいということですね。なんかもうこれ以上ない回答ですね。だから平気らしいですよ。はい、なんて言えばいいんですかね。最近あの Q&A コーナーのレベルが高すぎて回答者がもうついてこれてないっていう、なんか一般の方が質問を投げそのレベルが高く、そこにあのその専業の方たちが回答し、私が横から眺めているっていう図式が完成しつつあるんですけど、それを奈良半くんなんかよく理解しないまま座ってるっていう感じですよね下手したら他の仕事してるとかねそんなわけでちょっとですね、なんとも言い難いんですけど、そんな感じらしいです。はい、まあ大丈夫ですよ、だって壊れてるの見たことないものっていうね。はい、さあ続いて、トリッカーを購入したいですが古いバイクなので注意点を教えてくださいっていう方からのご質問ですね。はい、年式によると思いますが航続距離が短いのでガス欠には注意してください。あとは近年解消されつつありますが履けるタイヤが少ないです。これらの欠点を補ってあまりある魅力があるバイクですので購入を後押ししたいと思いますっていう方がいますね。あと MKMK さんがレギュレーターレクチファイヤーがパンクしてること多いので中古買ったら注意してください。買うなら高くても純正でできてますね。ずいぶんスポットの話をはい、あと個人的にはインジェクションがいいですよ。キャブの時代からあるんですけど、キャブのチョークが戻ってっちゃったりとかエンジンかけたら、だからずっとこうやって引っ張ってなきゃいけないとかちょっと冬の間乗んなかったりしてキャブが腐った時にキャブこれどうやって外すのってぐらい知恵の輪になってて、間違えてこんなに車体が細くてこんなに簡単そうでキャブもすぐそこに見えてるから
DIY でチャレンジしてみようって言ってバラバラにしてもどうにもならなくなるっていうあの例になっちゃったりしそうなので、基本的にはですねインジェクションのものを選んだ方がいいんじゃないかというふうに思いますよ。はい、そんな感じでございます。続いて YSP 島田さんが真似をする発狂したヤマハガチ勢の動画、かっこヤマハ以外ありえないだろうといったものや、発狂するこだわりライダーの動画、何言ってんだとつかチャンネル、まるまるはまるまるだろといったものが大好きで、過去動画を探してるんですが動画数が多くてなかなか見つかりません。どなたかご存知ないでしょうかという質問が来てますけど、回答ゼロですね。もう見つけられないんでしょうね。もうプールに目薬みたいな話ですねこれね。はい、無理ですね。無理ですね。そんなありましたね昔ね。ありますね。でももう本人が実はこれたまに言われるじゃないですか、これ本人がどんなことをやってたか覚えてなくて、なので再現もできないっていうところで申し訳ない、本当は今ここでやってしまうのが早いんですけど。というわけでですね、逆にあのこれに回答してくれる人がいたらですね、それを見て私もその人のモノマネをしようかなと思いますけど、そんな感じでいかがだったでしょうか。はい、はい、今日の Q&A コーナーいかがだったでしょうか。なんか役に立つものが一個もなかったような気もしますけど、すいません、そんな空虚な時間を共に過ごすそんなコーナーへと進化しつつありますけども、はい、そんなわけでですね、まあ皆さんも多分そこはもう期待してないで、なんか作業用 BGM として使ってくれてると思いながら、今日はこの辺でお別れという形になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。